都道府県立自然公園、千葉県立富山自然公園千葉県立富山自然公園は、富山、伊予が竹を中心とした千葉県南房総市に位置する都道府県立自然公園。南独より望む伊予が、竹千葉県南部の南房総市に位置し、富山、伊予が竹を中心とし、岩井川などを含む自然公園である。区域面積は6.76平方キロメートル。 付近の座辺の山、平久里川は区域に含まれていない。富山から東日本旅客鉄道の内房線を越えた先には東京湾が広がり、海岸沿いは南房総国定公園の区域となる。標高は富山の北方が349メートル、南方342.0メートル、伊予が竹が336.3メートルとなる。特色として、 南総里見八県伝の舞台である富山の穏やかな曲線の採用と伊予が竹の急峻な岩山との対照的な景観となっている。ハイキングに適しており、山頂からは東京湾港、内房の海岸線、山に囲まれた栄養など特徴的な眺望となっている。以下、区域図を参照。伊予が竹山頂より望む富山へぐり天神社。 南宋里見八県伝の舞台として周辺には関連史跡や自然豊かな観光資源が集約している。周辺には南房総岩井温泉があり、宿泊施設が点在している。代表的なアクセス方法一覧。ありがとうございます。